はいどうも皆さんこんにちは IQ180 の犬です。よろしくお願いします。今日はオーラリー 20SS の振り返りをしていきたいと思います。全体の振り返りとしては 20SS も 19AW も変わらずアイテムの種類が多く、取り扱っているセレクトショップも多かったです。グラデーションブルゾンやレザーのシャツのようにデザイン性が高いアイテムが多かったのが印象的でした。それでは早速一つ一つのアイテムについて話していきたいと思います。まず一つ目ですが、グラデーションのアイテムです。グラデーションのアイテムについてですが、この柄でこの生地でいろんな形で展開されていました。ハーフパンツ、ブルゾン、長袖シャツ、半袖シャツ、コート、あとはビオトープの別注の T シャツとか、本当にたくさんの形で展開されていました。 20SS の気になるアイテムの動画でも話しましたが、今季を代表するアイテムだと思いますし、普段オーラリーを着ない人も注目していたアイテムじゃないかなと思います。店舗で現物を見ましたが、自然に目で追ってしまうような存在感を放っていました。まあ、なんですけど、実際着てみると自分のスタイリングに合わせられるビジョンが見えませんでした。ルックでは違和感なく、というかすごくかっこよくスタイリングされていましたが、セレクトショップとかのスタイリングを見るとしっくりくるものはあんまりなかったです。比較的に半袖シャツ、T シャツは合わせやすいのかなと思いました。このアイテムはもともとオーラリーのシンプルなところや他の服に合わせやすいところが好きな人にとってはあんまり刺さらなかったアイテムだったのかなと思いました。はい、次に紹介するのはデニムのアイテムです。今季はデニム生地でブルゾンとパンツが展開されており、それぞれインディゴ、ホワイト、ウォッシュド加工のものがありました。パンツは前からあったものですが、ブルゾンは 20SS からの展開です。デニムのアイテム自体は 18AW のインディゴのテーパードパンツからスタートしていて、 19SS でウォッシュドのものが出て、 19AW で黒と白が追加されて 20SS という感じです。確か間違ってたら教えてください。ちなみに 20AW ではワンタックのストレートパンツが追加されています。デニムブルゾンは今季のインラインで唯一プレネになったアイテムだと思います。プレネになった理由ですが、大手セレクトショップの取り扱いがほとんどなかったことが大きいのではないかなと思います。在庫数が少なかったのかなと思ってます。あとは値段も控えめですし、他の服にも合わせやすく、着れる期間も長いので人気が出たんじゃないかなと思います。 21SS でもデニムのブルゾンの展開はありそうなので、わざわざプレネで買う必要はないかなと思います。ハードツイストデニムは独特の硬さと張りがある生地で、洗濯しても硬い状態がキープできるそうです。他のデニムにはない生地感なので、気になる人は店頭で試着してみてください。次がレザーのセットアップです。ハーフパンツと半袖シャツの展開でセットアップで30万以上します。ウーバーワールドの拓也無限大さんが着ていたらしいです。めちゃくちゃかっこいいんですけど、まあ、値段で購入を断念された方が多いんじゃないかなと思います。取り扱っているセレクトショップもかなり限られていたと思います。 20AW もヌバックのシャツとパンツ、あとは SS の生地っぽいコートが販売されます。今後はレザーのアイテムも定番で販売されていくんじゃないかなと思います。次にコラボアイテムをご紹介します。1つ目がニューバランスとのコラボです。ニューバランスのコンプ100というモデルをフルレザーにしたものになります。まあ、結構良かったんですけど、まあ、個人的には東京デザインスタジオとのコラボの方が好きでした。ちなみに 21SS では東京デザインスタジオのコラボがあるみたいなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、でコラボ2つ目がフットザコーチャーとのコラボです。まずはこちらのスクエア2のレザーシューズです。独特の雰囲気があるレザーシューズで存在感は抜群だと思います。ベージュが非常にオーラリーっぽくて、スタイリングは難しそうですが、ハマるとめちゃくちゃかっこいいと思いました。フットザコーチャーのコラボ2つ目がサンダルで、フットザコーチャーのインラインのサンダルをバージョンアップさせたものになります。インラインのものより厚底になっていて、ソールにはビムラブソールが使われています。個人的には結構好きなデザインで、いつかは購入したいなと思っています。一瞬プレネで売れたりしていましたが、今はプレネではほとんど売れないかなと思います。販売数が少ないアイテムだと最初に高値で売れて、それが相場みたいな雰囲気になりますが、それは一部の富裕層が買っているだけなので、プレネで買う前に一旦待ってみるのがいいと思います。はい、商品の振り返りは以上です。インラインコラボ合わせて非常にたくさんのアイテムがあって、とても楽しめたシーズンでした。
コロナの影響もあり、スタンドアップティーのような人気アイテムも売れ残ってセールになったりはしていましたが、 20AW の売れ行きを見ているとまだまだ勢いのあるブランドだと思います。デリバリーについてですが、コメントで人気だったウールのチェスターコートのデリバリーも始まっているので、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてください。はい、で今更なんですけど、チャンネル登録者が、1000人を超えたので、簡単に自己紹介の動画を作ろうと思っています。過去にいただいた質問コメントについてもお話ししようと思っているのですが、もし私に聞きたいことがあればぜひこの動画にコメントをしてください。 IT 関連の話でも全然大丈夫です。はい、ということで今日の動画は以上です。今日の動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、よろしければフォローお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。さようなら。